はい、おはようございます、陽介です。今日もね、キースリーやってきました。ね、もう12月に入りましたね。今日はね、気温が今10度ぐらいかな。で、水温が、福岡近郊で、18度ぐらいになってると思います。で、今日はね、唐津の方にやってきました。で、浜の方でもね、多分釣れるのかなと思うんですけど、今日はちょっとね、港の方の護岸にやってきました。と冬場にかけてね、釣り場調査ということでやってきましたので、今日もね、どうか最後までご視聴の方よろしくお願いします。で、先日ね、ちょっとショート動画でのね、釣果報告になったんですけど、12月に入って一度撮影にはね、行ったんですけど、ちょっとね、釣り場3人ぐらいしか入れない場所で、もう私が行った時はね、2人入られてて、真ん中にね、入れさせていただいて、釣りをしてましたので、さすがにね、なんか喋りながらとか、録画しながら釣りはできなかったので、ショート動画でね、釣果だけの報告になりました。もしよければね、そちらの方も、まあ、1分弱のショート動画なので皆さん見てください。ではね、ちょっとやっていきたいと思います。ここはね、12月以降も多分釣れるところだと思うので、今日もね、釣れるとは思います。よいしょ。少し、風も今日強い予報なんですけど、まあ多分風向き的に行けるだろうなということでね、ここにやってきました。よいしょ。まあ根掛かり大丈夫だと思うんですけどね、一応この間作ったね、発泡シンカー、24号ですね、これ使って、3本針でね、やっていきたいと思います。型がいいのがね、釣れるといいんですけどね。先日ショート動画で行ったね、釣り場は結構この時期でもね、キスが釣れるので有名な場所で、まあ釣り人の他にもね、入れ替わり立ち替わりでギャラリーの人がやってきてて、とてもね、撮影ができる状況じゃなかったですね。まあ最長寸で 24.5、 あとね、もう一個22センチぐらいのがね、量計は釣れました。まあ短い時間だったですけどね、楽しく釣りができたんで良かったです。さあ1投目、早速ね、ちょっと当たってますね。おお、いい感じ。もうね、1ヶ月もしないうちにお正月ですよ。で、今日の潮なんですけど、大潮で、9時20分が満潮ですね。で、今が、10時前なんで、もうね、下げに入って潮動いてる状況です。とりあえずね、1投目なので上げてみますね。今日もね、小さめのはリリースしていきます。ただちょっとね、持っていきたいところがあるので、天ぷらサイズはね、今日はキープしとこうかなと思ってます。うん、ちょっとちっちゃいかな。よいしょ。うん、ピンギスですね。これはさすがにリリースだな。お、当たった。お、当たってる。ちょっと回収。ちょっとだけサイズアップかな。うん、まあまあまあ、あ、1個落ちちゃった。
まあまあじゃないかな。今日はこれはキープしときます。鳥が狙ってる。危ねえ危ねえ。よいしょ。ちっちゃいな。なんかめっちゃ鳥が今日は狙ってる。数はいるけどサイズがこんな感じですね。肩がちょっと小さいのでちょっとポイントをね探っていきます。手前からやっていきましょうかね。来た、いいサイズ、やった、よいしょ、おいよ、ナイスキース、やりました。で20はないな。やりました、よいしょ。ちょっと肩が小さいので少し遠めに投げてみましょうかね。発泡今のところね根掛かりはないのでちょっと発泡進化をやめて27号の27号に変えましょうかね。これでやっていきたいと思います。いい当たり入りました。いいねいいね。ちょっとねいろんな鳥がね狙ってるんですけどね。回収してみます。よし、まあまあサイズアップ、天ぷらサイズだね。いい当たり、今日一かなこれは。よいしょ、よいしょ。一匹はねベラだったんですけどね、ベラは外れて落ちてっちゃいました。またいい当たり入りました。ちょっと船がね戻ってきそうなので巻き上げます。ちょっとね型がいいのがいる場所が分かってきました。よいしょ。まあまあだね。20センチだね。ピンギスの猛臭に合ってまして、もうちょっとねポイントを移りたいと思います。はい、ね場所移ってきました。どうだろう、釣れるかな。ちょっとねここでやっていきたいと思います。またね根掛かりがわかんないんで発泡のね24号を使って最初はやっていきたいと思います。
ここもピンギスだ。いい明かり入りましたよ。ちょっと回収してみようかな。やった、やりました。合計お、当たりました。ちょっとちっちゃめだな。ちょっとちっちゃい。ちょっとね、風が強くなってきたので、まあ、いくらね、追い風とはいえ釣りにくくなってきたので、今日はやめて帰ろうかなと思ってます。この間忘年会でね、お世話になった近所のお店の方にね、ちょっとですけど持っていきたいなと思ってます。では今日もね、最後までご視聴の方ありがとうございました。まだまだね、キッスリ行きますので、どうか、今後もね